ラーラムスタファパシャモスクラーラムスタファパシャモスク地震や戦争で崩壊した塔は後にミナレットとなった塔の部分の拡大ラーラムスタファパシャモスクは最初聖ニコラ大聖堂の名前で建設され後にマグサのアヤソフィアモスクという名で知られたキプロストーブの都市ファマグスタにある中世紀のゴシック様式の建造物1298年頃から1400年頃に かけて建築され、1328年にキリスト教の大聖堂として奉納された。大聖堂は、1571年にファマグスタがオスマン帝国に陥落後、モスクに変えられた。1190年から1489年までキプロス王国を支配したフランスのリュージニャン家が、故国のゴシック様式を持ち込んで建てた。当時の司教が、 奉納金を使い込んだという不運な出来事の後、司教、ギー・リベリンは2万人のビサンツ人を、その建設に当たらせたと言われる。リュジニアン家の王たちは、キプロス王として、ニコシアの聖ソフィア大聖堂で退官し、エルサレム王として、聖ニコラ大聖堂で退官した。大聖堂は、フランス国外では、非常に稀な、フランボワイアンと呼ばれる様式で建てられている。 大聖堂の外観は、ランスにある、ランス大聖堂に似ており、キプロスのランス大聖堂と言われた。三つの扉、二つの塔と平らな屋根を持つ、典型的な十字軍時代の建築物である。二つの塔の最上部は、地震と1571年のオスマン軍の砲撃によりひどく損傷を受け、二度と修復されなかった。偶像崇拝を厳しく禁じるイスラム教の教義により、 大聖堂内の像、十字架上のキリスト像、フレスコが絵画、破壊し、ステンドグラスの窓といったものすべてが取り除かれるか塗り込められた。ゴシックの外観と北川寺にわずかに見分けられるいくつかの破壊しが保存されている。モスクとなって、リ後はマウサのアヤソフィアモスクと呼ばれていたが、1五十四年、モスクの名は五百七十年のオスマン軍神工事の司令官、 ラーラムステファパシャにちなみ、ラーラムステファパシャモスクと再び変えられた。ありがとうございます。